失礼しました。皆さんこんばんは。第27回の円谷呉服店生ライブ配信を始めます。今日もよろしくお願いします。問題なく声は届いておりますでしょうか。ちょっと確認をしておきますね。最初はちょっと音を切っておりまして大変失礼いたしました。多分問題はないと思いますけども、うん、OK ですね。今日のテーマは、こちらですね、琉球紅型の魅力ということで、お話をさせていただきたいと思います。そして、今日の、ゲストが出るかな、録画ゲストという形を初めて撮ってみました。録画でゲストに出ていただくということですね。今まで過去には、コメントで、ゲスト出演をしていただいた方、それから実際に、ネットの通信を使ってですね、リモートで、ゲスト出演をしていただいたパターンと。で、今回は初めて録画でゲスト出演という、いろいろとちょっとチャレンジをしております。はい、今日のコメント、トップバッターは、知恵小林さん。こんばんは、やっと体調が良くなり覗きに来ましたと。ありがとうございます。もう僕のライブ配信なんていうのはですね、大した内容ではありないかもしれませんので、体調がいい時に見てください。あ、谷川さんこんばんは、ありがとうございます。まあ見ていただきまして、私の着物仲間の谷川さんですね。ありがとうございます。清水さん、あ、そうそう、今日、こんばんは、ありがとうございます。今日は大雨警報解除されてよかったですねって出てますが、今日松江はですね、明け方というか、夜中からなのかな、明け方というか、もう土砂降りの土砂降りですごかったですね。朝、子供を保育所に連れて行くとき、ちょっとだけ、まあ、若干雨が、おとなしくなったかな、というぐらいすごかったです。場所によっては一部、道路が冠水してたんじゃないかなっていうぐらいの勢いでしたので、皆様のお住まいの地域はいかがでしたでしょうか。今日は松江は大雨警報が出ておりました。こんばんは、声聞こえてます。夜、ありがとうございます。佐藤さん。ありがとうございます。谷川さんも届いておりますね。ありがとうございます。石野さん、こんばんは。ありがとうございます。聞こえてますね。井口さん、こんばんは。ありがとうございます。はい。知恵さん気を使っていただきありがとうございます。いや、まあ、僕のライブ配信はですね、もうながらで聞いていただくぐらいがちょうどいいかと思います。家事をしながら、食器を洗いながら、それからご飯を食べながら、お酒を飲みながら、テレビを見ながらぐらいの感覚で見ていただいたらいいかなと、それぐらいの思いでおりますので、よろしくお願いいたします。古瀬さん、こんばんは。ありがとうございます。今日は、ちょっと今までですね、また、このピントがもにょもにょ動いちゃうんですが、ちょっと商品を後でですね、ご紹介したいなと思うので、ピントが合うようにしてます。普段は、最近はちょっとマニュアルフォーカスにして、あまりこう、ピントがごにょごにょ動かないようにしてるんですけども、はい、ちょっと見づらいかもしれませんが、お許しください。古瀬さん、お久しぶりです。そうですね。ありがとうございます。それでは早速、今日は、ゲストでですね、このわらくあんという京都の問屋さんなんですが、卸をされている和田春夫さんという方に録画でゲストに参加していただきます。で、録画の動画をこれから流します。だいたい15分ぐらい流れます。で、一応横に僕の顔が、このライブ配信をしている僕の顔は横に映って、僕の声も、両方入るはずなので、録画の音声と僕の声と両方を、見ていただきながら、両方を聞いていただきながら、やってみようかなと。ちょっと初めてですので、どうなるかわかりませんけども。思っております。で、一応その動画がですね、だいたい40分
分ぐらいあったんですけど、それを15分ぐらいにギュギュッと縮めて編集しております。ちょっと編集が荒いところがあるかもしれませんが、まあかなり荒いと思いますけど、お許しください。それではちょっとお待ちくださいね。準備をしますので。では、こうして、こうですね。こういう形で録画を流しながらやってみたいと思います。はい。なので、この状態ですと皆さんのコメントもですね、すぐさま拾えますので、何かあればですね、僕の声が届いておりますので、これでやってみたいと思います。それでは、いきます。はい。では、今日は、ライブ配信では、和田さんがちょっとご出演が難しかったので、録画で、和田さんに出演をしていただきたいと思います。まずは、お名前を、カメラを見て、ね。和田ハローと申します。円谷さんとも付き合います、ね。あ、そうですね。はい。円谷極天と付き合いの。もう円谷さんとは長い付き合いで、もうさっきも話してたんですけど、40年です。まだ、酒屋さんが生まれてない頃から。僕は35です。だから酒屋さんのおじいちゃんとおばあちゃんの時代からお世話になって、もう僕もその頃はもう二十歳そこそこで若造やったんですけど、まあいろいろと期待させていただいて、まさか三代こうして続けてお付き合いできるとは思ってなくて、ね、まあ、本当によく酒屋さんも頑張るんで、僕も負けずに引っ張られてきながら頑張っていきたいなと、まあ僕も刺激になってます、正直言って。いろんなことでまあいろいろ勉強させてもらってますし、そういう思いでこれからもお付き合いしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。和田さんのお仕事というか、まあ、どういう役割をされている方ですか、和田さんは。今現在は、主に沖縄の琉球の商品。中でも、今日ここにありますように、瓶型を頑張って染め出しをして、やって、まあ、一本一本。正直言って、問屋さん経由とかもあるんですけど、問屋さん経由で、商品流しても、やっぱり、売り買いだけの商品になってしまうんで、僕はやっぱそういう商売が僕も、嫌で、これ思いとか、僕らの思いとか、こういう思い作りましたよっていう気持ち、作り手の思いも含めて、お客さんに話せなくて、お客さん、消費者に直接話がしたいっていう思いがあったんで、そういうふうなことで、特に、こういう商品つ、瓶型については、どこどもが扱ってない商品でもあるんで、まあ、今、なかなか厳しい時代は時代ですけど、自分とこの会社のカラーというか、そのカラーを出すには、一つの商品として素晴らしいなと思って、もう、でもやり始めてもう20年ぐらいです。もう最初の頃はもう半信半疑でしたけど。だけどやっぱりこの瓶型って奥がものすごく深いんで、僕は正直デフォルトです。はい。では、その、今のちょっと最後、言葉がきちっと出なかった。音声が聞こえてなかったかもしれないですけど、もうこの方は瓶型に惚れ込んで、おられる方ですね。和田春夫さん。で、円谷呉服店に来て40年とおっしゃっておられました。21歳の頃からうちに来ておられると言ってたかな。で、まあ、当然当初は、円谷呉服店の祖父祖母、僕の祖父祖母ですね。まあ、正確に言うとおじいちゃんの方ですね。おじいちゃんとこうやり取りをしてて、そこから今度はまた父母の代に変わり、そして僕になったと。まさか親子三代で、取引をするとはということをおっしゃっておられます。で、この方は今もう、個人で、完全に一人で、動いておられます。一人でこの瓶型を、まあ、染め出しをしていると。そういう方でございます。はい。若いですね。ですね、和田さん、マラソンとかもですね、されてるんです。ちょっと補足の情報で。はい。では、続きを、再生をします。染め出しをされる和田さんが、扱う、
扱うといいますか、染め出しを依頼する紅型の作家さんはどなたかいらっしゃいますか。一番、皆さんよくご存知の方はやっぱ白間英順さんという、この方のお父さん白間英樹さんという方が、沖縄がそれほど大世界大戦で焼け野原になって何にも本当に焼けてしまって亡くなったところから英順さんのお父さん英樹さんが復興された方なんで、この人が一番有名は有名です、ね、と一緒に復興された知念石光さんという方がいらっしゃる。これも今現在いらっしゃるのは知念石元さんです。この方の息子さん。その2人が本当に一生懸命して紅型を復興された方なんで、その方の作品と、あと若手の作家さん、義坊さんって、分野、紅型工房分野さんとか、はい、あと藤崎紅型工房さんとか、あといろいろあるんですけど、大体そこら辺、照明の方の作品を中心に染め出しを、そういう感じで、はい。では、その作家さんそれぞれ、いらっしゃいますが、特徴があると思うんですけど、ちょっとそれを商品を見ながら、皆様にお話をしてもらいたいなと思います。まずは、こちらが白間さんなんですが、これが白間英順さんの。白間さんの特徴っていうのは何かありますか。やっぱりもう代々、それほど紅型三宗家って言って紅型には多久志家、白間家、知念家という三つの家があった。それがもともとの始まりで、もう多久志家さんっていうのはもう辞められてるんで、はい、今現存で白間さんのところとやっぱり知念さんのところがその流れからいくと。あと、やっぱり玉永さんも。玉永雄光先生は、もともと白間英樹さんのお弟子さん。はい。だから今、白間英順さんとの弟弟子になって、はい。白間英順さんの、妹さんの旦那さんから玉永雄光で、はい。で、その奥さんが玉永美智子さんかな。が、だから、今の英順さんの妹さんですね。だから、弟弟子になる方です。で、やっぱり、古典、やっぱり白間さんの柄というのは古典の柄が多いんで、いわゆる紅型の基本ですよね。で、そんな斬新な柄というのは少ないけど、こういう古典の柄でやっぱり僕らも染め出しをしても、シャンマに言ってたらちょっと僕、あれやけど、売れていっている商品なんで、やっぱり商品自体にやっぱり力があるなっていう、それぞれ個性はあるんですけど、本当に落ち着いた感じで、何本もまだありますけど。あと、これも素材がちょっとこだわって。これもやっぱりシルマさんですけど、色使いからやっぱり まとまりがあるというか、卒がないというか。そうですね。本当に。ちょっとなかなか見づらくて申し訳ありません。これ芭蕉の柄の芭蕉の葉ですね、のお太鼓柄の、白間さんですね、それからすいません、ちょっとコメントもいただいておりますので、今津さんこんばんは、家事を済ませてありがとうございます。河野さんもこんばんは、ありがとうございます。これ上品な柄ですね。そうです。この白間さんっていうのが本当にいろんな作品あるんですけど、やっぱり純粋に古典柄で、瓶型の王道といいますか、そういった道を突き進んでおられます。で、あと、この白間英順さんの、息子さん、英一さんという方がいらっしゃるんですが、まだ年は30代後半、40まで行ってないかなと思うんですけど、若い方。で、白間さんっていうのは、青い色がすごく綺麗な作家さんなんですよね。これもよく見るとちょっとこう青がすごく際立ってるんですけども、この瓶型の青っていうのにすごいこだわりを持ってるのが白間さんですね。はい。では続きをいきます。本当に
皆さんに受けてるのは受けてますね。まあ、商品に応える力があるっていうのは、まあ、それぞれ、ね、あの高校によって違うんで、なんとも言えないけど、まあ、忠実です。まあ、一番、あ、まあ、そうですね、王道というか、まあまあ、そういうことです。王道という表現が正しいのか。これはちょっと華やかな。これは知念トーマさんですね。この方の色付け、このパーセル感覚のこの色付けが、このトーマさんとこの工房の特徴で。え、もう一つ。ちょっと今のは分かりにくかったですね。すいません。知念さんの帯は、またこの後、実物を、見ていただきたいと思います。色使いがですね、すごく素敵な帯を作られます。やっぱり若手の作家さんで、お話しされてたのが、くんやさん。義母さんです。義母さんですね。義母さんという作家さんで、工房名はくんやさん。そうです。で、まあ、やっぱり、まだ年齢が50前後かな。47、8ぐらいだと思うけど、若手の作家さんで、やっぱりちょっと色使いが、まだ今見ていただいたあれとはちょっと違って、おとなしい感じと、ちょっと色付けが、まあ、斬新っていうか、まあ、わかりづらいですね。ちょっと白く飛んじゃってますが、これ地色はすごい、爽やかな水色なんです。そこに松竹梅が丸で描かれてて、真ん中には実は三つどもえの門が入ってるんです。これが琉球王朝の家紋だそうですね、もともと。で、若い作家さん、50代ぐらいの若い作家さんって言うんですけど、自分で工房を構えたということですね。ということで、若手の作家さんと言いますか。です。例えば今のこれはお友達があるんだけど、この色使いもこれ文也さんのところなんですけど、これも瓶型としては新しい色使いで、ちょっと今の色使いとは違う。だからどっちかというと、まあ、いろんな着物に合わせやすい。で、僕らもそれこそこの文也さんがされた頃の商品はあまり瓶型としてちょっとどうかなと思ったけど、やっぱりこういう商品が今僕らっていうよりも消費者にやっぱ受けてきてる。だからやっぱりその若い人の色使いというか、それも大事なんだなと思って、逆に僕らが教えられてます。だからさっきのそういうの、まあそうです。これも分野さんとかもそうです。これもよく見ると、初期消費者だから。帯はね、染め帯なんで、格としては織りの帯よりも下になるんですけど、柄がこういう松竹梅の柄やったら、ちょっと結婚式の披露宴だけのご招待やったら、ありがとうございます、古瀬さん。そうなんです。ちょっとこう、色使いがですね、現代っぽい、色使い。あとは、柄。また、次回ですね、次回の放送の時に、このくんやさん、義母さんの商品も、実物を、ここカメラに映して見てもらいたいなと思うんですが、地色もそうなんですけど、柄の中の色使いというのも、やっぱりちょっとこう、他とは違う、色使いをされてます。わかった。それはどういう、年齢的にってことですね。まあ、それは作家さんとして若手の作家という、まあ、ことですね。今出さん、十分お若いと思います。はい、では続きに行きます。こういうふうに締めてくれたらいいかなっていう、そういう提案をしたり。瓶型は完全にシャレモンじゃないですかね。フォーマル、ある程度のセミフォーマルぐらいの場所になりますね。全然フォーマル。だからまあ、締めれない着物だったらやっぱり、留め添えとも、以外はだいたい。で、折り物でもいいけど、まあ、無地感覚のものやったら合わせやすい。で、割といろいろな地色の着物に、乗っかっていってくれるんで、あと小物とかも、まあ、いろんな、たくさん色が入ってるんで、いろんな帯締めとか帯揚げとかでコーティングとかしやすい。もう決まり事はないんで、もう自分の感覚で色合わせもしていただけますから、そういう分ではもうこういう瓶型、色が入っている分と、あと A 型って愛一色の、なかなかいい合わせですね。まあ、瓶型の中で2種類、瓶型とこれがいわゆる A 型、愛一色の。こちらは後で紹介します。種類としてはこの2種類。
あ、本当、瓶型って本当、やっぱり一回閉めていただくと、なんていうか、すごく皆さん聞いていただいてて、あの、一本持たれると、あの、二本三本正直言って、買っていただいて。欲しくな。うん。あの、本当に不思議な。まあ、それだけ、なんていうか、まあ、エネルギーがあるというか、魅力がある。と、あの、京都とか、他の産地と違うところっていうのは、瓶型の染める工房っていうのは、一貫して、型、彫りから、染めから、まあ、蒸しから、すべて、あの、出来上がるまで同じここで全部していくんで、京都あたりは全部分業ですから、型は例えば伊勢の伊勢型紙で彫らして、染めは京都で染めて、それから外地で蒸しに出したりとか、いうふうな形でやってるんで、あの、瓶型は本当染めるだけの技術があっても染めることはできない。型彫る技術とかがないと。だからやっぱり、あの、商品にも、こう、なんていうか力があるっていうか、思いが入っている。ってるというか、だから同じ柄ってよそに出回りません。全部あの型紙で、そういうことを試着みたいな型紙を繰り返し繰り返し、まあ江戸コムでも一緒やけど、型を置いていって、あの色をさしていくんで。だからこの、まあ、B5 さんや、まあ、白間さんも、名前がついているものは原則、その人が型紙を作って、彫って染めてるということですね。はい、まあ、白間英純さんも、やっぱり、型、彫る方から、やっぱり、まあ、染めるっていうのは、まあ、別に、お弟子さんでも染めることできるんで、型彫りは誰でもできるわけじゃないですから。はい、そういう部分では、そこの、まあ、いわゆるオーナーっていうか、職人さん、あの、一番の職人さんが、棟梁みたいな、ね。まあ、そういうことです。棟梁みたいな。土彫りって、全部、道具も全部自分で作るんです。うん、では、今、あの、大体作家さんの特徴を大まかにお話をしていただきましたけども、それぞれの。和田さんの染め出しをする瓶型は何か特徴がありますか？あの、この画面でこう、説明ができるかどうかわからないですけど、正直言って、あの、生地からこだわってます。あの、これはあの、花織の呪文をこれ単語で折らして。ちょっと近くに持ってきてください。花織が、はい、見えますでしょうか。でこれは鱗柄の銀通しだって。鱗柄の銀通し。ちょっとキラキラっと光ってるんですよね。これもすごい綺麗。これはシャアです。ああ、これはシャアです。ちょっと見にくいんです。厚物ですね。透けた素材ですね。これのさっきの太鼓のこれはインドシルク。まあ、いわゆる野産ですよね、これね。これも全然染めてない。そのままの色です。で、ちょっとそこら辺の生地もこだわったりしてるんで、あの、どこにも同じものは正直ってないと言っていいと思います。はい、ありがとうございます。では、あの、たくさんお話をしていただきましたので、で、では、あとは最後に、円谷呉服店でこの瓶型の展示会を、13日の土曜日から、20日の日曜日までしております。で、和田さんは、最後の3日間、18、19、20の木、金、土の3日間ですね、はうちのお店に、いてくださいますので、まあ、よりあの詳しい説明といいますか、ご説明をお店でしていただけますので、ぜひ、あの、ご来場いただいて、見ていただいて、お話を聞いていただけたら、いいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。これで終わりです。拙い話で申し訳ございません。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。はい。
少しコメントをですね、まずは、コメントを読ませていただきます。では、その前に、ちょっと待ってくださいね。ひょうえさんも、こんばんは。ひょうえさん、すいません。ありがとうございます。コメントいただいておりまして、失礼いたしました。それと、石野さん、江戸顧問に合わせて、瓶型を楽しんでいただいていると、いうふうにおっしゃっていただいてますが、瓶型はですね、やっぱり帯のインパクトが非常に強いので、すっきりした着物に瓶型を持ってくるとすごく映えます。江戸顧問は僕はすごくいいと思いますね。今ですね、だけど美しい着物や着物サロンはどうだろうか。美しい着物はですね、本の値段ってことですか、これ。どうなんだろう。それぞれがいくらぐらいなのか。うちも年間購読みたいな形で買ってるので、それぞれの値段まではわからないな。はい、佐藤さん、すごく綺麗ですね。ありがとうございます。瓶型は本当に色使いの綺麗さがもう抜群ですね。それはなぜかというと、染料を使ってるんではなく、顔料ですね。顔の料と書く顔料を使ってるので、すごく色は鮮やかになる。色使いがはっきりするんです。なので、生地の中に色が染み込むというよりかは、どちらかというと生地の上に色が乗ってるという状態ですね。なので、色鮮やかだということです。一つ買ったら二つ三つ欲しくなる。これはですね、本当にこの気持ちは非常によくわかります。一つ買うとですね、もう一つ欲しくなる。二つ目を持つと三つ目も欲しくなるという魅力があるのが瓶型。で、着物ってなんか一種類一つ持てば、もう私これ持ってるからっていう感覚になると思うんですけども、瓶型はまた別だと僕の中では思いますね。瓶型のこれを持ってる。次に瓶型のこれを持ちたいみたいな、そういうふうな気持ちがやっぱり芽生える帯かなと僕は思ってます。自問というのを谷川さんがありがとうございます。ご説明していただいております。生地の織りの模様ですね。花織りの自問というのが出たのと、それから銀通し。銀通し、鱗柄の銀通しというもの。鱗柄の自問に銀の糸が入った生地と。それから、紗の織物も出てきましたね。それと、インドシルクを使った生地というのが出ておりました。和田さん、実際には和田さん40分ぐらい喋ってもらってますので、それを僕が15分にギュッと縮めてますので、もっといっぱい喋ってます。だいぶ僕がカットしてしまいました。いや、この和田さんは、本当に熱い考えを持ってる方で、僕は大好きな方ですね。年齢はもう、年齢は、それでも60を過ぎたぐらいだったかな、なんですけど、息子さんと僕が同い年なのか、なんです。だからもう親子みたいな関係なんですけど、本当に、なんと言いますか、パートナーと言いますか、そういう感覚でお仕事をさせてもらってます。はい、顔料です。ああ、そうです。顔料というのはこういう字を書きます。顔の料と書いてますが、正確には、鉱物を砕いた、砕いてですね、こうすりつぶして、そこに水をちょっと混ぜながら、こうすりつぶしていく。すり鉢でですね、すりつぶしていって、で、それを生地の上に乗せると。そういう作業をしてます。ああ、期間、そうですね。年に4回ですね。約2000円。ああ、それぐらいしてるか。そうですね。まあ、だけど、立ち読みぐらいでもいいかもしれないですね。パラパラっと見て、またちょっとパラパラっと見てっていう感じ。あ、和田さんの斜め後方。ちょっと待ちくださいね。あー、これですね。左側ですね。和田さんの左側。かしこまりました。はい。ということで、
今の和田さんが、和田さんというのはどういう立場かというと、あ、そう、大事な話は、瓶型というのは、要は、まあ、小売店も直接瓶型というのを仕入れるわけではないんですね。瓶型の工房から。必ず間に問屋さんという立場の人たちが入ります。そうでないと、瓶型の工房も、いろんな小売店からいろんな発注が来るともう手に負えなくなるので、必ずですね、間の人がまとめ役の人がいます。で、それか、工房というのは自分で生地を用意して自分で染めて、はい、仕入れてくださいねというやり方は一切してない、瓶型の工房はですね。必ず、先ほどの和田さんのような存在、染め出しをする人が生地を選び、まあ、白い生地を何十玉も手に入れ、それを、工房へ渡し、これにこの柄でこういう色合いで、というような感じで発注をかけるわけです。で、それを、和田さんという方は染め出しをする人なので、実は本当は卸しをする人ではないんです。そこからまた、卸し業者に行ってからの小売店というのが、基本のルート。まあ、こういう表現をしていいのかわからないですけど、それが基本なんです。ただ、先ほども言ったように和田さんというのは20年前からその仕事をしてて、それ以前からもまあずっと卸しの仕事はしてたと。で、その段階でうちとは取引がずっと、円谷呉服店とは40年間の付き合いがあったので、まあ、もう直接やりましょうというお話で、させてもらっていると。ということになります。素晴らしい。そうですね。これは僕も、ちゃんと研修に行ってますので、聞いてた気がします。すいません。あとはですね、糊置きをするんですけど、その糊はもち米を使ってますので、実際に糊置きをするときにはですね、すごくお餅の匂いみたいなのがしたりとかするんですけど。はい。ということで、一応商品をご紹介すると。まあ、先ほどの和田さんという方がまた、先日準備をして、こうやって対談をさせてもらって、また来週、来週の木、金、土の3日間は、円谷呉服店に、お店におります。なので、ぜひですね、松江の方は僕は見に来ていただきたいなと思っております。それで、今日は3本だけ、瓶型をご紹介したいと思います。3本のうち2本はウェブショップへ載せてますので、またもしよろしければぜひ見ていただきたいと思っております。円谷呉服店オリジナルで、瓶型というのを実は、染めてもらってます。今の和田さんに、生地を僕たちが選んで、この生地で、この型紙で、この色で染めてくださいと。そういう形で、僕たちが発注をかけた。こういうことは普通は、多分、なかなか小売店できるお店は少ないと思います。なぜならば取引先に染め元がいるわけでは、染めを発注する立場の人がいるわけではないので、必ず大体のところが問屋さんから仕入れてるので、なかなかこういう発注の仕方はできない。だけど、その中でも、和田さんにお願いをしてさせてもらったうちの一つ目が、これ何度か登場してますけども。これですね。尻尾柄にふくらすずめ。尻尾にふくらすずめ。ちょっと色合いがですね、おとなしく出てますが、もう少し緑が実は鮮やかです。で、先ほど和田さんが瓶型に同じものはないということをちらっとおっしゃってました。なぜそういうことを言うかっていうと、これ瓶型、知念さんに直接お話を聞くと、極力色を変えるようにしていると。例えば今ここは白地で何も染まってないけど、ここを色を染めて、まあこっち側は色を変えるとか。それとも全部ここ白いところも染めるし、他のところも全部染めるしとか。ここ青色だけど、この青色は別の青色を使うとかですね。このスズメは紫だけど、違う色で緑でするとか、地色を青にするとか、そういうふうにすると、同じ、この同じ尻尾とふくらすずめという柄だけど、同じ色のものは
ないというふうに言えるわけですね。で、これは大まかに僕たちも厳密にこの色とこの色、この場所はこの色っていう発注の仕方はさすがにできないので、ある程度知念さんにお任せの部分は出るんですけど、こちらの希望を伝えた上でこれを作ってもらったというものになります。こちらがこうですね、七宝にすずめ、お値段が知念トーマさん作瓶型29万800円プラス税仕立て込みでございます。ウェブショップに載せてましたけども、実はこれずっとお値段は載せてませんでした。ですが今日一応お値段を発表させていただきます。商品代というのは厳密に言うとこれ28万プラス税ということですね。そこに仕立て代と帯芯代、帯芯が3800円と仕立て代が7000円です。これは地色はですね、こういうこのグリーンなんです。で、生地は花織、見えますかね、微妙に見えますね、花織。これは本当にいい色ですね。最高の染め上がりと僕は思っております。はい、今田さん、氷から注文できるお店って限られてる。そうですね。なかなかやっぱりそのつながりを持てれないと難しいんです。非常に難しい。どこもかしこもからですね、やっぱりいろんな注文が来ちゃうとやっぱりまとめれないので、瓶型前にも見ましたが、色使いが素敵です。好きですね。ありがとうございます。瓶型は本当にいいですね。本当にいい。そしてもう一本オリジナルで染めてもらったものがあります。それがじゃ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 ん、こちらですね。ちょっと色がですね、綺麗に出らんな、難しい。先ほど石野さんがおっしゃってた和田さんの左後ろにあったやつですね。笹に効くの青色の瓶型です。青色の瓶型というのを、I 型、A 型、A 型と言ったりもしますが、I 型というのは厳密に言うと、本藍を使ったものが I 型になります。ただし、これは青色の顔料で染めた瓶型。なので、青色瓶型と言っております。これも同じくですね。生地は花織。で、地色はこの紺なんですよね。色使いが難しい。はい。こちらです。で、よいしょ。ちょっとウェブショップのドレスを出しましょう。間違えた。これがアドレスですが、これを、一応こうやって出して、さらに、こっちに貼り付けて、コメントで、こちらのコメントクリックしていただければ、先ほどの2点の瓶型は載っております。お値段も、お値段が、そうそう、ウェブショップの方は税込み価格で表示をしないといけないので、29万800円のプラス税をした金額、それが31万、いくらだったかな ?31 万9880円で載っております。お値段的にはかなり僕はお手頃なお値段が出せていると思っております。で、今日スタートにしてですね、たくさんできるだけ瓶型の帯を僕はウェブショップでも紹介していきたいなと思っております。シャープな地色、ありがとうございます。素敵ですね。ちょっとこのカメラの設定でですね、色使いがうまくいけなかったですね。ああ、そう。
兵衛さんは、作家さんなんですよね。ちょっと Facebook を見させてもらいました。覗き見させてもらいました。友禅の作家さんですね。なので、まあ、いわゆる、友禅作家の方っていうのは、まあ、なおさらオリジナル性は強いと思いますね。型紙を使うわけではないので、まあ、元となるデッサンというか、図案というのはあるかもしれないんですけども、そうそう、兵衛さんはそういう方なんですよね。ですよね。勝手に僕言っちゃっておりますが。王朝柄。おお。楽しみですね、それは。どんな帯で、男性で大和王朝に関係している柄の帯。これはちょっと非常に気になります。何か見る手段があるといいんですけど、見させてもらえるような手段がですね、あるといいんですが。ありがとうございます、河野さん。素敵なんです。瓶型は本当に素敵。もう一点。あ、そうだ。さっきのは、笹に効く青色瓶型。はい。出し忘れてました。もう一点。これはオリジナルではないんですけども、さっきチラッと、和田さんとの、画面に出てた、夏の帯なんですけど。こちらがですね、鯉の滝登りの柄ですね。鯉がこう上に登って、まあ上にも行ったり下にも行ったりしてるんですけど、実は。この鯉が上に行く。まあ、いわゆる登竜門ですね。鯉が登っていくと、その滝を登り切ると竜になるという。これは夏。ちょっと画面の向こうが画面の向こうというか帯の向こうが透けてますね。微妙に。夏帯です。はい。こちらも、わ、すごい色が変化しちゃってますね。はい。あ、今の瞬間に出すと多分色が綺麗に出る。よいしょ。こういう色。ああ、綺麗に出ましたね。はい。綺麗なブルーなんです。本当は。もう一回出します。こういう色。ちょっと一瞬ですね。これもまたウェブショップに載せます。同じお値段です。夏帯。瓶型の夏帯なんてもう最高ですよね。めちゃくちゃいいと思います。めちゃくちゃ素敵です。はい。ちょっとわかりにくかったですが、石野さんならば、一瞬でもわかっていただけるかと思います。ありがとうございます。というところで、だいたい、もう45分もお話をしてしまいました。ですが、これがですね、瓶型の魅力であり、それと、まあ、僕たちが瓶型を好きになったのは、完全に和田さんなんです。あの方からですね、猛烈な、瓶型の魅力を語られ、そして、私の妻がですね、瓶型を、締めてる写真を何度か Facebook に出したことあるんですけども、まあ、購入して、瓶型をですね、締めました。で、最初はその瓶型のデザインというのがすごく派手じゃないかなと。ちょっと強烈すぎるんじゃないかなって言って思ってたんですけども、もう、見事に、僕も、妻もですね、ハートを射抜かれました。この瓶型に。それが、知念さんの瓶型だったんです。で、もう知念さんに会いに行きたいという思いで、沖縄までですね、研修も昨年、行ってまいりまして、その紹介をですね、次回、したいと思います。少し写真で見ながら。あとは他にも B 型の商品をご紹介をしていきたいなと。あ、ちょっと待ってよ。女性物を切ってもう一本。なるほど。素晴らしい。いいですね。ナイスアイディアですね。素晴らしい。よだれですね。よだれがそうなんです。瓶型を
やっぱり瓶型を仕入れるときはですね、僕らもっていうか僕もですね、ちょっとよだれが出るぐらい、もうウキウキしちゃうというか、もうたまらない。ちょっとピント止めちゃいましょうね。さっきからポニョポニョ動くので。よいしょ。はい。そうなんです。そういう、それだけの魅力があるのが瓶型でございます。一瞬色が見えましたね。いやー、ちょっとすいません。見にくくて。実はインスタグラムには載ってるんですけど。まあ、またきちっと、Facebook にも、それからウェブショップにも、先ほどの青い夏用の瓶型ですね。こちらはご紹介します。そうなんですよね。まあ、基本的に作家さんというのは、原則はやっぱり、表に出ず裏でですね、ものづくりに専念をしている、というのが作家さんのお仕事。まあそこからですね、時間を作って表に出てですね、販売も一生懸命されるという方もいらっしゃいますけども。ああ、やっぱり兵衛さんは作家さんだったんですね。素晴らしい。じわじわになるのも見えない。はい、失礼いたしました。なかなか難しいですね。色も勝手にですね、このカメラが調整してしまう。それもすべて切って完全マニュアルにしないといけないんですよね。その設定はちょっと難しいんです。はい、ありがとうございます。次回も楽しみにしてください。来週の火曜日ですね。はい、瓶型の帯憧れですね。ありがとうございます。いや、本当に瓶型は僕は、ぜひ、持ってほしい。皆様に。今出さん、インスタグラム始めておられなければ、ぜひ始めてください。エンヤ呉服店を検索していただければ、エンヤ呉服店のインスタグラムも出てまいります。というところで、今日はこのあたりで、そろそろ放送を終わりにしたいと思います。ちなみにですが、今夜は、間違えた。今夜はですね、この放送が終わったら、いつもこの話題が出てますが、僕は着物ズームバーへ行ってまいります。もしよろしければ、この後僕は お酒を飲みながらですね、お話をいろいろさせてもらいます。一応、埼玉の小杉さんという方がですね、マスターをしておりますので、ぜひ、こちらのアドレスに、イベントページが開きます。そのイベントページの詳細のところにですね、一番下に、ズームバーに入るアドレスが載っておりますので、僕はこの後多分9時15分ぐらいから行けるんじゃないかなと思いますが、ぜひ見てください。あ、今根さんフォローしてますか？ありがとうございます。すいません。僕もインスタはですね、もう載せっぱなしで、どなたがフォロワーがいるかとかですね、そういうことは見ておりませんので、すいません。ありがとうございます。知らないことがいっぱいありますか？そうですね。ありがとうございます。まあ、着物の世界というのは本当に幅が広いので、僕ら小売店でもですね、まあ、小売店は特に幅広く知識を持ってないといけない立場ではあるんですけども、すべてを完全に網羅するっていうのはやっぱり非常に難しい。で、なので、今日、録画で出ていただいた、和田さんのような、まあ、一つのことに特化した方々ですね。それから谷川さんという染み抜きの職人さんがサポートしてくれたり、和装小物の、糸見の高橋さんという方のサポートがあったり、それから桐生織の吉田さんという方がいたりですね。そういったサポートというか、まあ、仲間がいるからこそ、僕たち呉服屋もですね、成り立つ、ものだと思っております。まあ、原則は僕たち小売店の人間が、全てを網羅してきちっとお話ができないといけないんですけど、しっかり勉強してまいります。はい、今出さん。ありがとうございます。で、次回は、火曜日の夜8時から、瓶型の魅力。ボリューム2ということで、琉球研修の写真や瓶型商品のご紹介というのをしたいと思っております。それではそろそろ終わりの画面を用意して、では、次回も
来週火曜日、からライブ配信をさせていただきたいと思いますので、またご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら、おやすみなさい。この後は着物ズームバーで、もしよろしければどなたかそろそろ会いたいなという思いもあります。あ、ちょっと待った、では終わりにします。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってくださいね。しまった。しまった。まだ終われない。まだ終われない。もうちょっと。終わろうと思ったら終われない。終わりの画面が。はい。では、これで終わりにします。ありがとうございました。さよなら。おやすみなさい。